えーとまあ、オートデスクは最近ですねすごく製品が多くなってきてまして水筒、えー、もそうですし、えー、クラウド上でのサービスというようなものもですね大変多くなってきていますで。私たちもあの実は混乱しちゃう部分があるんですけれどもそれはあの今日はですねそこをです、ね、ちょっとあの分かりやすく なるべく分かりやすくお話をしようかなというふうに思っていますで、えー、とお手元にですねこういうあの、えー、とデモシナリオというシートがこうあります表裏のこういうものがありますでこれを見ながらですねあのゆるゆると見てください <laughs> ディテールはあのそんなにこだわらずにですね全体の流れをまず見ていただくことが非常に重要かなというふうに、えー、思っていますで えっと、これまでのセッションの中で、えー、いろんなことをお話をさせ,て、まいえー、させていただいてきましたけれども、まあ、前半ではですね図面の作成作業を効率化させるためにどうすればいいのかとそれから、えー、座標に関連づけられた、まあ、特にユーティリティ企業の場合にはですねあの座標に関連づけられたデータ管理をどうやって、えー、管理していければいいのかというお話があったと思います。で 最後のセッションなんですが、えー、と皆さんのお仕事をです、ねえー、効率化するためのいろ、まあ、んなあの、えー、と新しい技術が出てきているのでそこの部分を、えー、ご案内していきたいなというふうに思っています。まあ、繁忙期を迎えてということで,です、ね、2020年に向けて皆さんのお仕事をすごく忙しくなると思うんですけれども そういったところを新しい技術とかそういったものを使ってどんなことができるのかというようなところをお話をしてまいりたいと思います。えっと、まずですねなんか変な絵があの変なマトリックスがこう出てきたわけなんですけども一番目のセッションでは映画の話もしましたけれども今度落語の話なんですけどもあの古典落語を聞いてるとですねあのよく使いっ走りっていうのが出てくるんですね。 えと私たちはもう電話でコミュニケーションを取ることが当たり前のようになってきてますからどっか遠くの人とコミュニケーションをしたい場合にはまず電話ですねメールですねそういうあのデバイスあの、えー、とツールが当たり前のようになってきちゃってるんですけれども江戸時代に帰ってみよううとということですね、えー、と古典落語は江戸時代のお話が多いので使いっ走りっていうのが出てきます。 この手紙あっちに持ってってくれよって言って手紙を持って向こう行って手,手紙を手渡すと、まあ、電話の代わりということですよね。で、えー、と水戸黄門のオー,、えー、とオールスターキャストをちょっと整理してみました、えー、ご老公がいらっしゃってですね菅さん賀来さんがいて、まあ、ヒロインがいて魔法使いがいて使いっ走りがいて魔法戦士がいると、まあ、こんな状態ですね。で えとびっくりするのは五郎をたくさん変わってるんですけれどもうっかり八兵衛さんは三十、ね、何年間一緒なんですねって <laughs> まあこれはどうでもいいんですけどもそれからあともう一つはです、ね、風車のヤシとかつ、ねえー、げの飛び猿という飛び道具がこう出てくるんですね。 でこれからの例えば設計のエンジニアリングコミュニケーションの中で今までは電話だとかメールだとかそういうその使いっ走りでやっていたものをもうちょっとインテリジェントなツールを使ってやったらどうなんだろうかということですねやっぱここの部分ですここの部分が多分これからお話をするクラウドのサービスというところに少しつながってくるんではないかなというふうに思っています。 でちなみにですね江戸時代の200石のお旗本はどれくらいの装備でもって外に出,出かけたかと,、えー、と江戸城に登上するときもしくは出資外に出ていくときですね200石の旗本とには大名ではございませんけれども軍役人が5名ついてるとその下にですね槍持ち草り取り箱持ち長江持ちそういう人 がいてそれの管理をする侍が1人とそれから、えー、と中元小物というような、まあ、人たちがいらっしゃったということなので200石の旗本でこんな,んなんですから水戸の五郎光はこんなんじゃ全然追っつかなかったんだろうなと、まあ、あのお話なのでこういうことで住んでるわけなんですけども、まあ、こんな、えー、コミュニケーションについて前半部分では、えー、ちょっとお話を、えーえー、してみたいなというふうに思っています。 <で> <laughs> デモシナリオなんですけれども、えー、と1番から7番までこう順番を振ってあります。えー、最初のここの部分ですね、えー、ここの部分がコミュニケーションの部分になっています。えー、今日記憶にとどめていただきたいのは、オートデスク360というこれですね。これです。 それから、オートキャド360っていう、これです。それから、リキャップフォト。まあ、これもちょっと繋がってきますけれども、リアリティキャプチャーとかね。この辺のところです。この辺のところをお話を中心にしていきたいと思います。で、 まず、あの、分かりやすいところからいきたいと思いますけれども、まず、AutoCAD360、ここですね。え、ここの部分なんですけれども、皆さんよくご存知の AutoCAD なんですが、これがクラウドで動くようになってます。え、クラウド上でですね、図面の編集ができるようになりました。 でじゃあどういうものを対象にクラウドで編集をかけるのかというとこういうふうにクラウドにアップされている DWG のファイルですねこういったものに対してクラウドでオートャド360を使って編集ができるようになりましたということですねそれからじゃあオートデスク360これはどういうものなのかというとですねここですね これの性格はですね、まずは一つはストレージです。それから二番目はですね、コミュニケーションのハブです。三番目の性格はクラウドの、クラウドサービスのハブだということですね。で、クラウドサービスのハブはどういうことなのかというと、実はこちらにですね、こちらにこう、クラウド上のサービスがこう、たくさん書かれています。 私もたくさんありすぎて何が何なのか全部ご説明ができないぐらいたくさんあるんですけれども、えっと、今日その中の一つですね、リキャップフォトというサービスをクラウドサービスとしてちょっとご紹介をしてみたいと思います。で、これはどなぜここにクラウドのサービスがあるかというと、ここにアップされた、ここのストレージにアップされたデータに対して、 データをです、ね、こういうクラウドのサービスに投げることによって手元のコンピューターではなくてサーバー上にあるスペックのすごく高いコンピューターを使っていろんな処理をしてそれを返してもらっちゃおうとでそれを例えばリキャップフォトなどであればこういうふうにこう返してもらったものをこういうふうに持ってきてそれをオートキャドやレビットの中に取り込んで 3次元のモデリングの素材としたいということですね。ですから今日のお話は1番から3番こうやって半時計回りにこう来てこう,こういう感じでお話を進めていきたいというふうに思います。えっとまずはですね、オートデスクあ、あもう一つですね、リキャップフォトなんですけれども ここで言っているリキャップフォトというやつなんですけれども、これのちょっと仕組みをちょっとお話をしておこうと思います。皆さん、あの、アズイズのモデ、えっと、まあ、現況のデータですね。現況のデータをモデル化しようと思ったら、何をするかというと、まあ、自分でじっくりモデリングを、モデラーを使ってモデリングしていくというやり方がまず一つですよね。で、よくあるのはレーザースキャンを使って、レーザースキャンでいろんな点をこう取っておいて、 その天群データを取ってきて、それを、えー、CAD の中にこう取り込んで、それをベースにモデルを作っていくというやり方です。で、これだとですね、レーザースキャン、あのまあ、安くなったとは言いながら結構お値段張りますね。で、えー、そこで新しく出てきたのが、えー、写真のデータでいいじゃんということですね。写真のデータでバチャバチャバチャっと撮ったものを こういうものを使ってですねリキャップフォトというようなものを使って3次元天群のデータとして変換して取り込むとかメッシュのデータとして取り込むというようなことができるそういう技術がオートデスクで今提供してるんですよということです例えばですねこの,あの二王像だと思うんですけども二王像これを例えば、まあ、あのうちの CG 系のツールでマックス・マヤ マッドボックスとか、まあ、こういうものに取り込むっていう話になってるんですけども、例えばこんな仁王像みたいなものをですね、自分でモデリングしようなんて思う人は一人もいないわけですよね。大変ですから。それだったら、写真でバチャバチャバチャっと撮って、それをこういうもので処理をして、こういうふうにやって取り込んでしまった方が簡単じゃないですかという、それがリキャップのワークフローということです。で、リキャップの略語なんですけども、 えっとリアリティキャプチャーですね。現,現在の、えー、現在のそのまんまをですね、リアリティとの現在のそのまんまをキャプチャリングですから、そのそのまま取り込んじゃおうよというのがリキャップの省略、もともとの言葉ですね。で今日は、えー、この二つですね、この絵とですね、この絵を、えー、と中心に据えて、 え、見ていただきたいというふうに思います。で、えー、まあ、これはいいですね。まずはオートデスク360からいきます。オートデスク360、これですね。えー、ここの部分ですけれども、オートデスク360の要素は、ストレージとコミュニケーションのハブとクラウドサービスのハブだということですね。まず、ストレージ、 オートデスク360というのは、えー、皆さん全員にですね 5GB のストレージを無償でご提供していますサブスユーザーの方々には 25GB まで利用可能ということになっていますでドキュメントをクラウドに保存しいつかい,いつでもどこからでもアクセスできるようになってるんですよということですね、えー、とウェブウェブのブラウザー それから、えー、iPhone、iPad、Android 系のデバイス、こういうものからストレージに貯めたドキュメントを見ることができるんですということですねで、えー。ドキュメントの履歴、編集履歴を持っていたり、バージョン管理ができていたり、コメントの管理というのがこうできるようになっているということです。で こういうふうに、ためられた、ストレージにためられたデータを確認するためにどうすればいいのか、こういうふうにビューワーで見るというのが当たり前ですよね。で、オートデスク,オートデスク360の中に、こういうビューワーの機能が全部仕込まれてるんですよということですね。昔です、昔っていうか、そんな昔でもないですけども。 DWG True View とかですね、えー、d w Viewer だとか、えー、といろんなビューワーがあのオートデスクから出してましたけど、そういうビューワー類がオー,トデオートデスク360の中にもう組み込まれてるんですよということですね。ですからこれビューワー、えー、とビューワーで見ている状態ですね、こういうもの これは編集かけてますね、えー、とフォース・エフェクトというようなもので編集かけたりとか、まあ、そんなことしてますけれども、えー、まずはこういうふうに取りためられたストレージのデータを見るそういうツールが必要ですだからビューアーの機能もオートデスク360の中に入っちゃってますということですね DWG トゥルービューとかですねそういったものがいらなくなってきているということです まあこういういろんなファイルフォーマットを AutoCAD360 の中で見ることができるようになってきているんですということですね。でえー、とじゃあオートキャド3 6 0にデータをアップするのにはどうすればいいのかなということになるわけなんですけれどもオートデスク3 6 0ドライブというのが自動的に作成されまして あのアプリケーションをインストールするとこれがこうえとインストールされましてデバイスの中にこう出てきますしエクスプローラーの中にこういう形でこう出てくるんですということですねえっとオー,トキャドオートデスク360ドライブというのはこれですねで実はもう一つ隣にですねオートキャド2014 からアップロードっていうふうにこう書いてありますけれども、これはどういう仕組みなのかなということですね。ちょっと見ていきたいと思います。これ、先ほどからあの私のセッションで見ていただいているオートキ c a d の2014の画面ですね。ここからでもいいですけど、ここのオプションからでもいいですけれども、こっちから行きましょうかね。ここのですね、オプションというところを表示すると、よく皆さんご存知のオプションダイアロングというのがこう出てくるわけですね。 で、えっ、ー、と、いろんな、あの、タブがこうあるんですけれども、一番最後のところにですね、オンラインタブというのがあります。で、オンラインタブのところにですね、ここにチェックマークを私は入れているんですけれども、ここにチェックマークが入っていると、オートキャドで保存したょ保存したファイルが自動的にオートデスク360のストレージに上がるようになっています。当然、ローカルにも保存されますけれども、同時に、 オンラインでも上がるるよううになっているということこですねでオンンライン上はバージョン管理もできてますから例えばあいけねえ変なとこ編集しちゃったという場合にはオンラインに行ってオンラインの履歴のデータを取ってくれば実は復帰ができるということですねオートキャドローカルでローカルだけでやっているとですね、えー、上書きしちゃいますから、えー、2バージョン前のデータを持ってくるということはできないですね でも、こういうことがあの裏側でこういうことをやってくれているのでもし何か、まあ、過去のデータを、えー、に戻りたいというようなときにはこういうものを思い出していただければいいかなと思います。それから、えー、ここですね、クラウドで設定を同期というふうになってますけれども例えば、オ、えートキャドの、えー、画面周りのカスタマイズをしたと。 私はこのパソコンで画面前カスタマイズしたんですけれどもその状態をですねこれチェックが入っているとクラウド上にそのカスタマイズのデータが上がってますで他のパソコンを使った時にあこっちのパソコンと同じ設定でもって使いたいなと思ったらこのクラウド上の設定をロードしてきて同じ環境で使えるんですよということですね私はあの今これチェックは入れてませんけれども、まあ、そういう使い方ができるようになっています で、ここですね、オートデスク360というボタンがあって、これをクリックすると、オートケード360のブラウザ、クラウドの方にブラウザとしてですね、飛んでいきますよということです。えっ、ー、と、ブラウザで飛んでいくとですね、こんな感じで見えてきます。ちょっと今、こういうあの電話のデバイスでネットつなげてやってるので、 えっと、一、あの、その都度ログインしているとちょっと時間がかかるので、これ入った状態ですね。こういう入った状態でこういうものがこう見えるようになっているということですね。で、私はですね、いろんなデータを乗っけてありまして、こんな形で、えっと、ストレージ、えっと、クラウドのストレージ上に保存してあるのが、まあ、こういう。 状態だとということですねでこの辺見ていただくとですねこういうふうにこうコメントが入ってたりするものがありますでこういう図面を見ながらコミュニケーションをとりましょうよということをオートデスク360中でやろうということですね例えばですね これ選択しますとここで、ビューアーが見えてきたりとかですね、このドキュメントに付随した、こういうコミュニケーションの履歴が残ってたりするということですね。で、クラウド上でこういうふうに挙げたものなんですけれども、例えば、この ファイルをですね、他の方と共有したいなというふうに思うこともあるわけですね。そしたら、こちらにです、ね、パブリック共有というのがありますから、ここをオンにしていただくと、URL がこう出てきますねで。URL が出てきまして、こちらで持って電子メールアドレスというのをやるとです、ね、このメールアドレスと、URL を含んだメールが立ち上がってきて、他の設計者の方に送れると。 で、他の設計者の方は、ここをダブルクリックすると、私が公開したドキュメントをそのまま見ることができるということですね。こんなコミュニケーションツールというのがあるんですということですね。で、これはパブリックの共有なんですけれども、プレビュー見ましょうかね。え、オートデスク360、360の中にこういうビューアンが入っていまして、 えとビューアーの用意してますということで、まあ、ちょっと今、あまり適切なファイルではなかったかもしれませんけあど、まあこういったビューアーが動き出し始めるということですね。で 先ほどはです、ね、パブリック共有にしましたけれども例えばこれはです、ね、パブリックじゃなくってプライベート共有にしたいよというようなこともこうできるわけですねそれから a u t o d e s ク3 6 0に挙げられるのは今 DWG のファイルを中心にしてお話をしましたけれどもこういうです、ね、イメージのデータですねこういうイメージのデータなども アップすることがれ、後ほどちょっとデモの中で出てくる素材なんですけれども、こういう画像系のデータなどもアップすることができるということになっています。 アップする方法はオートキャドの自動保存からもできますしオートデスク360ドライブというところにアップすることでもできますしそれからブラウザに直接です、ね、アップロードするというようなやり方も当然ありますね,ここ,ですねここでアップロードというふうにやれば自分のローカルのファイルからあるファイルを選択してアップロードするというふうな、まあ、これはまあ普通のやり方ですよね。 こういうやり方もあるんですということです。で、コラボレーションということで、こちらにアップしたファイルを誰かにこう連絡して、これ見てねと、見た上でコミュニケーション、あの例えばチャットをしながら、ここの設計はどうしましょうかというようなこともできるんですね。で、これがまあコラボレーションのお話です。で 場合によってはですね、えっ、ー、と、図面そのものを、クラウド上で編集しちゃいたいということも出てくるわけですね。で、えー、次の、えー、AutoCAD 360ですね。ちょっと紛らわしいですけども、こちらは AutoDesk 360ですね。こちらは AutoCAD 360ということで、 クラウド上に上がったデータを AutoCAD 360の中で編集することができるんですということですね。えっと、今度こちらの話に移りたいと思います。 今、これをです、ね、クリックしまして、えー、とクラウドオートデスク360条のファイルをビューイングでこう見ているところですね。で、これはあのビューアーなので、えー、編集はできないですね。こうコメントくっつけたり、えー、ビューを変えたりすることはできますけれども、コメントくっつけたりすることもできますけれども、編集はできないわけですね。 で、そこで、今度はですね、これをですね、オート c a d 3 6 0で編集っていうふうにやります。そうすると、あさっき表示したものなんですけども、こういうオートキ c a d 3 6 0というのが、ウェブのブラウザ上で動いてくるということですね。で、えっ、ー、と、ここはですね、先ほどのメニューと違うのはお分かりだと思いますけれども、作成のメニューだとか、編集のメニューだとか、注釈のメニュー。 ししてきましたねはい、こんな感じでえと立ち上がって、じかにクラウド上のドキュメントに対して編集ができるようになるということですね。よろしいでしょうか。 でまあ、この絵の中にはですね、これ、あのここがブラウザーですけれども、えー、他にですね、iPad だとか iPhone だとか、こういうデバイスがえ表示されています。ああそういうデバイスでも編集できるのかなということですね。あちなみにですね、AutoCAD360 というのは、ちょっと前までは AutoCADWS という名前でご案内してました。 オートキャド w s というのが名前が変わりまして AutoCAD 360というふうに名前が変わっているということですね。で、基本は無料です。無料のサービスということです。ただ、優勝のバージョンなどもありましてですね、優勝のバージョンというのもありまして、こういう性能の違いというのがあるんだということです。 で、えっ、ー、と、AutoCAD 360には、えー、大きく分けて3つですね。えっ、ー、と3つだ、3つじゃない、もっとありますね。えっ、ー、と、まずは、ウェブ版ですね。ウェブ版のもの。それから、えっ、ー、と、無償のものと、えー、有償のもの。で、これらに対しては、iOS 系のものと、Android 系のもの。 があるとということですで、えー、とまずウェブ版ですね、えーと。ベータ版って書いてあるのは別に気にしないでください。えー、とそのうちあのベータ版が取れるんだと思いますけれども、まあ、こういった形でですねオンライン上に保存されている DWG のファイルを開いて、 それに対して編集ができるようになりますよということですね。追記編集、こういったものができるようになります。動作環境はまあこういう形ですね。HTML5 の環境だということですね。で新規の図面も実は作成できてしまいます。モバイルアプリということで、今絵に出ているのは iPhone ですけれども、この後ちょっと iPad を使ってご紹介したいと思います。 まあこういう感じのことができますよということですね。えー、Autica360 Pro モバイルアプリというのが、これがまあ優勝の方ですね、えー。差はですね、どういうところに差があるかと言いますと、えー、最大ファイルサイズが違いますよと、ストレージの大きさも違いますね。 あとは、えーと、例えばドロップボックスなんかをつ、えー、ねがいた場合の、えー、編集の権限というのが違いが出てきたりします。動作環境、まあ、こんな感じですね。えー、ウェブのブラ,ウブラウザー系のものについてはこういう条件ですね。iOS、Android 系についても、まあ、こういう条件だということです。 えとあと、サードパーティストレージ接続ということで、えー、と基本は、えー、AutoCAD360 のストレージは Amazon の S3 を使っているんですが、えー、と例えば、えー、こういうドロップボックス、ボックス .com、バズを読めません <laughs>。こういうものを使って、えー、AutoCAD360 を使いたいということもあると思います。じゃあ、これも、えー、できるようになっています。 あるツールを使うとできるようになっているということですね。で、えー、とサードパーティストレージ内の図面ファイルについての、えー、と制限ですけれども、えー、モバイルアプリ、360モバイルアプリについては、えー、閲覧のみですねで、えー。編集をしたければ、えー、プロを買ってください。優勝版の方を使ってくださいということです。オートデスク360 オートケード360のクラウドのストレージを使うのではなくて、他社の、他社のって言いますか、サードパーティーのストレージを使う場合には、w e b ブサービスのストレージということで接続して使っていくことができますということですね。それから、ネット上でこういう編集ツールを使うときに必ず出てくるのが、 オフラインの時はどうなるんでしょうかということですね。オフラインの時には、例えばこのデータをですね、サーバーからローカルに落としてきておいて、で、ここでプツンとネットが切れた状態で編集をかける、使うことができます。で、編集が終わった後で再度接続をすると更新がかかりますよということですね。だからネットがない環境でも一応、まあ、編集ができて、 ネットのある環境に戻ってきたら動機が取れるというそういう仕組みだということですね。この辺は皆さんよく気になされますが普通にこうできるということですね。ブロックパレットというようなものがあってブロック図面の中に含まれているブロックをこんな形で配置をすることができたりとか えっと、プロパティ属性などが、えー、こう使えるようになってますよということですね。で、えー、先ほどご覧いただきましたように、えー、ブラウザ上で使うとこんな状態になります。で、今度はですね、えー、っと、iPad。iPad を使って、えー、見ていきたいと思います。 無線 LAN でつなげてですね iPad の画面を PC のほうに飛ばして見ていただこうと思いますいろいろ入ってますけれどもこの中にですねとオートデスク3 6 0とオートキャド3 6 0というのがアプリケーションが入っています え、オートデスク360の方で、オートデスク360の、サーバーの機能を、iPad 上で参照すると、まあ、こんな状態に見えるということですね。まあ、読み込んじゃいましたね。 えーとえー、サービスを使う際に、えー、前提条件はオートデスク ID で入るということですね。オートデスク ID で入っていただくと、まあ、こういうサービスが使えるようになりますのでぜひ皆さんあのオートデスク ID 作ってください、えーと。メールアドレスと連携されたこういうアカウントというのが必要になりますのでこういったものを用意して使っていただきたいと思います。 で今これ、えっ、ー、と、オートデスク360の方ですね。 それで見た状態になっています。こんな形で、モデル空間とレイアウトというような形でこう見ることができるようになっています今見。今見ているのはですね、これ、オートケド360のストレージの方を見ています。ストレージとビューワーで見ていますね。で、その状態で、ここにですね、あのできることはまあこういうコメントをくっつけたりとか、 えとまあ、その程度のことなんですけれどもここに一、えー、つボタンがありまして今見ている図面を AutoCAD360 で編集したいよっていう状態ですねこれをやってみたいと思いますこういうふうにやると AutoCAD360 が、えー、iPad 上で、えー、立ち上がってきてこちらの方で、えー、編集ができるようになるんですということですね これ今モデル空間見てますけれども、えっ、ー、と、あんまり大した図面じゃ、図枠だけですいません。あ,あの、大した図面じゃなくてすいません。先ほどとちょっと違うのはですね、ここにいろんなメニューが出てきてますよということですよね。えー、例えば、えっ、ー、と、編集、あの、作図の機能ですね。例えばポリラインで、こんな風にやって、こんな風にやって、こんな風にやって、こう、図面を書くことができます。 それから、えー、距離を計測ですね。こんなふうにやって、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、距離の計測ですね。ここから、えっ、ー、と、ごめんなさい、えー、こうですね。ここと、ここ、ここってやると距離が測れたりとか、まあ、場合によってはですね、図面上に寸法を入れたいと。 あらえー、っとちょっと待ってくださいねきれいに入れないと、まあ、こんな形で寸法が入れられるということですね。 あと面白いのはですね、えっと、いろいろ機能はあるんですけども、例えば画像の設定だとか、いろいろあるんですけども、え、リ、リドゥですね。面白いのはですね、えっと、これですね。これのですね、スマートペンなんてやつですね。あの、こういうものは外に持ち出して、こう、あの、外でやりますから、えっと、不安定な状態で作、作業をするわけですね。そういうときにスマートペンというのを使うとですね、例えば、 ごめんなさい。丸く書くとちゃんと丸にしてくれるということですね。四角にしてくれると。まあ、こんなまあ便利な、ちょっとあると便利な機能というようなものもついてるんですよということですね。で、えー、と今ご覧いただいたのは、 もうちょっと引っ込めますね。はい、ここですね。オートキャド360で蓄積したストレージをストレージのデータをこういうデバイスを使って。 取ってきて、編集がかけられるというところを見ていただいたということですね。で、えー、次です。今度、リキャップの話ですね。で、皆さん、ユーティリティ関連の企業の皆さんだと思います。で、えっ、ー、と、季節の建物、施設をどうやってデジタルデータ化するかというところも一つ、すごく 今後の重要な、なんでしょう、あの、ポイントかなというふうに思います。で、そういう技術ということでですね、リキャップという技術をオートデスクは今提供しています。リアリティキャプチャーということで、現実のアズイズのものをですね、どうやってモデルデータに変換をするかという、まあそういう技術だということですね。 でえーまあ、レーザースキャンがこれまでは当たり前だったんですけれども、レーザースキャンのデータだけではなくて、写真のデータからも3次元のモデルデータの元になるようなものを取り込んでくることができるんですよということですね。で、要、え、素、ー、技術としては3つあります。ReCAP Pro。これは ReCAP Studio ってこの間まで言っていたものですけれども、 レーザースキャンのデータを編集をかけてきれいにしたりとかですね編集をかけてモデルにオートキャドだとかレビットだとかそういうキャド製品に取り込んでこれるような成形をするためのツールですねもう一つはリキャップフォトということで写真のデータをですねある対象物の周りで写真のデータをバチャバチャバチャって撮ってそれをまとめて 演算することでその写真から3次元のモデルデータを作っちゃおう,作っちゃおうということですね。でリキャップエンジンそれはこれはオートキャドだとかキャド製品の中に含まれているキャドリキャップのエンジンということで取り込んだ後にどういうふうにしますかといったところで使われるものだということです。 一般的なリキャップのワークフローはこういう状態なんですよということなんですが今日ご案内したいのはですね今日ご案内したいのはここですねリキャップフォトというウェブのサービス,サービスがあるんですね。でこ,れはのこここれの URL を叩いていただくとリキャップ autodesk.com という URL を叩いていただくとここのサイトにこう飛んでいきますこういうサイトなんですけれどもこんな感じのサイトなんですけどまあまあかわいいデザインのサイトになってますけれども サンプルちょっと見ていただくとですね、例えばこういうようなものですね、建物だとか、こういうお面だとか、仏像だとか、こういったものを、周りをぐるぐるぐるっと写真を撮って、取り込むことで、3次元のモデルを作ってしまいますという、そういうツールだということです。で、ここではですね、例えば、サインインをしていただいて、ここでもやっぱり、オートディスク ID というのが必要になります。ぜひ作ってくださいね。 でこれで入っていただくとこちらのサイトで作った私の履歴などがこうやって出てくるわけですね、えー、とこう家にあったガンダムのおもちゃをちょっとキャプチャリングしてみましたあとああのオフィスの中の置いてあったその、えー、と背中をぐるゴリぐるってやるとゲロゲロって鳴くあのカエルの置物ですねこういったものをちょっとキャプチャリングしてみました で、こういうふうにやるとですね、画像のデータをここから上げて、こちらでもって3次元のモデルというのを作ることができます。で、今日これはあの、フリンジの話なのでやりませんけれども、で、それがオートデスク360と何がつながるのかと、クラウドのサービスのハブですよというふうに言ってるわけなんですけど、えっと、こうですね。 オートデスク360というのは、えー、クラウドサービスのハブなんですよっていうふうに言ってるわけなんですけどもこのデータをですねこちらにポーンってこう投げるんですね。投げてあげるとこちらの、えー、リソースのたくさん持ってるコンピューターがこちらの解析もしくは、えー、と編集の機能が処理をして結果をこちらに返してくれるということですね。 色々あります例えばリキャップフォトだけではなくて例えばクラウドレンダリングもそうですよね3次元のモデルをポンって投げるとあのこちらでレンダリングするとすごく時間がかかるんですけれどもサーバーの方でやると数分で終わってしまおうというようなこともありますよねで結果をこうやって返してきてくれると解析なんかもそうですしシミュレーションなんかもそうですこういうものが今たくさんオートデスクはサービスとして提供しているんだということですね で今日はその一つの例として、リキャップフォトというサービスをクラウドで使った場合、オートデスク360の延長線上のクラウドのサービスとして使った場合にどういうふうになりますかというのをお話をしたいと思います。このデータをこっちに投げますね。投げた結果、こちらからですね、こういう形でですね、モデルのデータが落ちあの降りてきます。これは、えー、と天群のデータとメッシュのモデルですね。で 降りてきたものをオートキャドの中に取り込むと、オートキャドの中で、えー、ガンダムがこう配置できるということになるということですね。ちょっとやってみたいと思います。 えとガンダムのデータはですね、こちらのフォルダーにあります、えー。画像のデータを、まあ、こんな形でこう上げておいたわけですね、えー。何枚ぐらいあるでしょうかね、二十数枚あるかと思います。どんなデータかというと、こんなデータですね。えー、このモデルに対して周りからですね、こうやって連続で持ってこう写真をこう撮っていくわけですね。 この辺から撮って、この辺から撮ってと立体を形成しやすいようにこう写真をこう撮るわけですね。で、そのデータをクラウドに上げました。上げた後はどういうふうにするかといいますとこっからですね変なことをやってしまいましたね。えっ、ー、と、こっから あこういうふうにやっちゃいけないですねきっとここまでの画像のデータを選択しまして 3D モデルを作成っていうオプションを選択するんですねそうすると今二十数枚の画像のデータを選択したんですがそれ,をもそれをそのサーバーの リキャップフォトのサービスにこれから投げようとするわけですね。対象を例えば G3 とかって置いてここですね、スタンダードもしくはドラフト。ドラフトだと9分ぐらいかかるし、スタンダードだと17分、マクシマムだと43分ぐらいかかりますよと。向こう側で処理したものをデータ、これぐらいの目安で返してくれますよというふうになってるわけです。で、えーと 入手するデータファイルは、えっ、ー、と、天群のデータと FBX だとかオブジェクトだとか、こういうあのデータ形式をまあ指定ができるわけですね。で、これでポンって投げると、十数,数分後には 3D のモデルが落ちてくるということですね。で、これは実は私がやったものですね。 こちらにですね、こういうデータとして、クラウドのサービスから落ちてきたものがこちらに置いてあるということです。で、このデータをローカルにダウンロードして、それをオートキャドで取り込んでみましょうよということをやってみたいと思います。ここですね。今度ここです。取り込んでみましょうよということですね。 えっと、取り込んだデータが実はえもう作ってありまして、天群のデータを、例えばまあ外部参照だとかイメージのアタッチと同じようにですね、えっと、 間違えましたすみません、場所を忘れてしまいました。 ちょっと待ってくださいね。 こういうことがあるのでシートセットマネージャーにやっていけばよかったんですよねということになるんですけれどもあれどこでしたかすいませんちょっと待ってくださいね ちょっと探している間にあのもったいないので話を進めたいと思いますけれどもえっとまあ通常のワークフローはこういう感じでですねリキャッププロというようなものを使ってやったりするんですけれどもクラウドのサービスを使ってクラウドからこういうファイルを直接置くことしてきてこのデータをアタッチということでイメージのアタッチだとか外部参照のアタッチと同じような雰囲気で えー、クラウドのデータだとか、えー、メッシュのデータなどをオートキャドの中に呼び込んでくるということができるんだということですねでできましたでしたょうかね。 あ,ありました。あ、違うかな。これすいません。もうそろそろ時間なので、あれなんですけども。でですね。えっ、ー、と。 取り込んできたデータは点群のデータなので、えー、と要はですねこれドットの情報なんですねで見かけ上3次元のオブジェクトのように見えますがこれ点の塊ですで点の塊なので例えば3次元のモデルを作ろうということになるとこの点を基準にしてですね何か面を作ったりオブジェクトを3点オブジェクトを作ったりということが必要になってくるんですけれども、まあ、例えばですね 天群のデータを読み込んだ後に、オートデスクポイントクラウドフィーチャーエクストラクションというような、こういうオートキャドのフリーのツールを使うとですね、この天群のデータからここを拾って面にするとかですね、そういう変換がかけられます。面にしてしまえば押し出しをすれば壁になりますよね。なので、リージョンでも結構ですし、そういうものであれば、 取ってこれればあとは3次元のモデルにすることは意外と簡単にできるということですね。わかったかなどうでしょう出てきたかないやー出てこないか。 ここにですね、えっと、天群というのがありますねこう天群のアタッチというのがありましてえっと これやれやばよかったですね、探さなくて。これ、天群のデータなんですね。えっと、クラウドのサービスから作られた天群のデータ、写真から合成された、こういう天群のデータですね。天群ですから、こう、中透けて見えてるわけです。透明に見ると、なんか立体のように見えますけれども、よく見ると、え、ー こんな感じですねそれからもう一つはメッシュのデータなんですけれどもメッシュのデータをですねメッシュのデータなので いいですかね、えー、とすみませんあの、ファイルの場所を忘れてしまいまして申し訳ありません。 メッシュのデータをですね、取り込んでくると、えー、とこういうメッシュの、えー、オブジェクトが、えー、こう取り込まれるぞということですね。ここですね。えー、これが、えー、と天群のデータで,で、こちらがメッシュのデータだということです。でえー、とレーザースキャンで取り込んだ、えー、データをそのまま、えー、CAD などに持ってくるのは、えー、一応できないので、えー こういうリキャップスタジオ、リキャッププロというようなものを使ってインディクシングをして、キャドの中に取り込んでくるというようなツールも用意されているということです。はい。えっ、ー、と、あと、あ、そうですね。 これ今ですね、えっ、ー、と、AutoCAD 360の方を使って、今、えっ、ー、と、ドロップボックスを今見に行ってます。こういう感じですね。これドロップボックスのホルダーですね。ドロップボックスのホルダーを見に行って、ドロップボックス上の保存されています、これらのデータを こんな感じで編集して見ることができるということですね。こういうものが見ることができるということです。はい。えー、っと、ちょっとすいません。不手際がありまして、ファイルの場所を忘れてしまいまして、申し訳ございませんでした。えー、っと。 ままとめますとめすすでね今日お話をさせていただいたのは AutoCAD360 というのがこういうストレージだとかコミュニケーションのハブクラウドハブサービスのハブになっているということでぜひこういうサービスを皆さん使ってください。でそれの周りにこういう AutoCAD360 だとかこういうクラウド系のサービスがあってこちらに蓄積されたデータをコミュニケーションの素材として使ったり 新たな解析のデータとして使ってそれを落っことしてきてまた再利用するというようなこういうサービスが始まっているんだということですね。ですからこれから皆さんいろんなお仕事されると思いますけれどもこういうローカルの PC にインストールされているものが皆さんのツールではつだけがツールではないということですね。オートデスクはクラウド上でいろんなサービスこれまだほんの一部なので これからどんどんいろんなサービス、業種向けに、業界向けにいろんなサービスを出していきますので、ぜひ、オートデスクってクラウドのサービスで何やってるのかなといったところについても、着目していただければありがたいかなというふうに思います。今日は、クラウド系のですね、導入ということで、ざっくりご理解いただくために、オートデスク360とオートキャド360リキャップというようなところをまとめてお話をさせていただいたということでございます。